はい、皆さん、こんにちは、ゆずっこです。それでは今回なんですけども、メルペイ20%関係ネットショッピングでバーチャルカード決済がお得。設定方法や注意点を解説ということで、今回は久しぶりのメルペイのキャンペーン情報ですね。この動画ではメルペイのお得なキャンペーンについてお伝えします。まだメルペイのバーチャルカードを利用されてない方であれば誰でも参加できますので、ぜひ参考にしていただければな、と思います。それでは、いってみましょう ということで、今回のキャンペーンはこちらですね。いつものオンラインショッピングで使えるバーチャルカード登場ということで、ここ最近ですね、メルペイのバーチャルカードというサービスが始まったんですけども、それをスタートしてからのまあ記念のキャンペーンかなと思うんですが、今なら20%ポイント還元期間が、なんとですね、本日5月31日月曜日から2021年の6月30日水曜日までのキャンペーンとなっております。で、このキャンペーンちょっと下に小さく出てるんですけども、対象の条件として、 30日までにバーーチャルカードのご利用がないお客様限定とということでおそらくまだこのバーチャルカードを利用されている方は少ないんじゃないかなって勝手に予想しているのでほとんどの方が対象なのかなというふうに思っております それではですね、公式ページを見ながら細かいところを一緒に見ていきましょう。キャンペーン概要ということで、本キャンペーンは期間中に初めてバーチャルカードを使ってお買い物をしていただくと、お支払い金額の20%相当分のポイントがもらえるキャンペーンです。上限が1000ポイントまで、付与されるポイントはメルカリでのお買い物やメルペイでの決済でご利用いただけますということですので、まあ今回ね、単純計算で20%、上限が1000ポイント割ることの0.2なので、5000円分を利用することで上限が 付限の1000ポイントに到達するということになりますまあ冷静に考えて結構お得ですよねでキャンペーンの期間は先ほどお伝えしたように本日5月31日から6月30日までで今回はそのバーチャルカードの設定っていうのが必要となるんですけども後ほどですね僕も設定してますんでそちらをぜひ参考にしてください他にも期間中であればポイント付与上限に到達するまで複数回のお買い物も対象となりますということですのでまあ5000円分、まあ、5000円以上使ってねまあご自身が好きなお買い物を、まあ、分けて使うっていう方法 方で,もありとで、あと、ここですね、バーチャルカードをご利用いただくには、メルペイのスマート払いの設定が必要ですということになってます。まあ、スマート払いね、大体の方は知ってるかなと思うんですけども、前の名前で言うと、後払いみたいなものがですね、メルペイのサービスであるんですが、それを設定する必要っていうのがあります。 ちなみにメルペイのスマート払いに関したら、ここをクリックしたらですね、そのページに飛ぶんですが、ちゃんと出てます。メルペイスマート払いとはということで、メルペイスマート払いとは今月の購入代金を翌月にまとめて生産できるサービスですということですので、まあ簡単に言うと、まあ人によってその利用枠みたいなものが決まってるんですが、その利用枠内で、例えば僕だったら5000円とか1万円とか、それでメルペイスマート払いをして、まあ翌月に使った分だけ生産をするっていう、ちょっとした後払いサービスのようなものとなっております。 ま、捉え方によっては、うん、後払いなのみたいな感じで捉えるかもしれないんですが、まあ、ちゃんと使えばね、そんな変なことにはならないので、そんなに不安になることは特にないかなっていうふうに思ってます。まあ、イメージとしていただいて、キャンペーン参加から生産までの流れとして、例えばなんですけども、今回のそのメルペのバーチャルカード、マスターカードで、決済可能なお店でお買い物をすると。 その後にメルペのスマート払いで決済をします。これをね、わかりやすいように6月1日から6月30日までとしていただいて、そこからメルペのスマート払いの生産を行います。この生産って感じ、多分間違ってますね。<laughs> その生産の期間として7月の1日から7月31日までの間に生産をすると。で、生産方法なんですけども、自動引き落としとか、もしくは残高で生産すると手数料無料で生産できますんで、なのでそういった方法でね、生産するのが一番いいかなと思ってます。 で今回ですね、ポイント還元対象外のショップサービスっていうところで、例えばそのバーチャルカードを使ってお買い物をしても、ポイント還元されないものっていうのがですね、ここの一覧として出ております。例えばですけども、amazon.co.jp、Amazon ですね。あとは楽天モバイル、みんなの競輪。 あと、郵便局の物販サービスとか、まあ、そういったものは対象外になってると。まあ、結構ね、僕、このキャンペーン発表された時に、お、アマゾンギフト券使えるんじゃな、ね、いていうふうに思ったんですけども、しっかりとね、キャンペーンの対象外となってますんで、ここは気をつけてください。他にもですね、ここにも出てるような、海外のウェブサイトとか、交通系 IC カードのチャージ。例えば、Suica とか Pasmo とか、そういったチャージも対象外。あとは、公共料金の支払いとか、月額、サブスクとか、そういったものの支払いとか、街でのお店ですね、そしてメルカリでのお買い物、 こういったものが、まあ、キャンペーンの対象外となっておりますんで、基本的にはまあ、それ以外で、バーチャルカードで決済できるものであれば、ポイント還元がされるっていうイメージでいいかなというふうに思ってます。 で、その付与されるポイントなんですけども、7月末までにおしゃれ金額の20%分のポイント付与ということになってますんで、まあ忘れた頃に付与される感じですかね。で、ポイントの有効期限しっかりと決まってますね。付与されて60日ということでございますんで、まあこれね、メルペのポイントあるあるなので、とりあえず付与されたらすぐ使うのがいいんですけども、僕はね、普段からモバイル Suica を使ってますんで、Apple Pay の方は、モバイル Suica にそのままね、ポイントチャージするのがベストかなと思ってます。まあ他にね、使い道が決まってる方はね、 その方法でサクッと使ってみてください。で、早速なんですけども、こちらメルペの決済画面なんですが、まあ、ここ最近全然使ってなかったので、画面のイメージが以前とかなりガラッと変わってる感じなんですけども、僕自身すでにメルペのスマート払いの設定はかなり前に設定してるんで、とりあえず現在は設定してる状態です。ですけども、この状態はまだメルペのスマート払いの決済の画面ではないので、まずはこの画面から変えていくんですが、その場合、ここのメルペのスマート払い使える枠5000円っていう風に出てるんで、ここをタップしたら、 画面がが青くななりりまますすこれででメルペのスマート払いができる状態となっておりますちなみにですね、ちょっと使える枠が僕の場合5000円となってるんで、この場合だとギリギリ5000円に収めないといけないんですが、おそらくちょっと5000円超えるような気もするので、この上限額の変更をですね、行いたいと思うので、ここをタップすると、 このような画面が出てきます。利用上限金額の設定ということで、上限金額の変更で5000円のところをですね、タップすると、こんな風に、僕は今20万円まで設定できるんですけど、絶対そんなに使わないので、とりあえず今回は1万円という風に設定をします。なので今回のお買い物で5000円ちょっと超えた場合でも、まあ余裕を持ってお買い物できるかなという風に思ってます。ちなみにこの利用限度枠は人それぞれ違うみたいですね。で、しっかりとね、ご覧のように1万円の設定ができたんで、今度はバーチャルカードの設定をしてみたいと思うんで、この真ん中のところに ネットのお店で決済というところがあるのでここをタップしたらご覧のようなネットショップで使えるカードメルペスマート払いでお支払いという画面が出てきますので真ん中下の次へというところでタップしてデリバリーや通販サイトなどカード決済にご利用可能ということで マスターカードが使えるネットショップでご利用可能ですということですので、ここの真ん中下の詳しく見るをタップしたら、パスコードの入力をしていただいて、そしたらネットショップで決済のこのバーチャルカードの情報が出てきます。まあ、ここね、結構隠してるんですけども、ここに16桁の番号であったりとか、有効期限が出てます。あと、名義人、セキュリティコード、そういったね、インターネット上で決済するために必要な情報というのがここに出てきますんで、ご自身で確認をしてみてください。で、画面を下に下がっていただくと、まあ、ちょっとした使い方とか仕組みが出てまして、 あと一番下に利用停止をしたい場合っていうのがあるんですけども、ここでカード決済停止するっていうところをオンオフをするスイッチみたいなものがありますんで、もしね、使わない方は、今回のキャンペーンが終わったら停止するっていう方法でもいいかなと思ってます。でですね、今回のこのキャンペーンで気になる一つのことですね、どんなところで使えるのかっていうことなんですが、これ正直ちょっと僕あんまりイメージが湧かなくて、っていうのもですね、今回のこのネットショッピング、メルペのバーチャルカードには 3D セキュアが備わってないんですよね。 本人認証サービスのことなんですけども、それがないので、使えるとこを使えないとこっていうのが、やっぱり限られてくるんじゃないかなというふうに思ってます。で、こちらスマートフォンのキャンペーンページでは、下のようなイラストが出てました。Q10 とか、ピザハット、ピザーラ、ABC マート、小島。まあ、こういったところでも使えますよということがあったりとか、他にも、おそらくですね、まあ、たまに動画でピックアップをさせていただいてます。サンプル百貨店。こちらも、 おそらくまだちょっと試してはないんですけども、バーチャルカードで決済ができるのかなというふうに思ってます。まあ利用したことある方であるのはわかると思うんですけども、僕結構ここでね、炭酸飲料とかかなり安く購入することがあったりするので、もしね、何かしら食品とか、まあお菓子でも何でもいいんですけども、安く買いたいなって方は結構個人的におすすめなショップの一つでございます。あとは楽天市場とかヤフーショッピングも行けるんじゃないかなと思ってます。まあ楽天市場の場合ね、楽天カードで決済しないので、ポイント還元とか、 一部されないものもあるかもしれないんですけども、メルペのバーチャルカードであれば、おそらくいけるんじゃないかなと思ってます。まあ、他にもね、こういったショップがありますよとか、これは結構おすすめですよという、まあ、そういったものがあればですね、コメント欄書いていただければ助かります。 ということで本日お伝えしたキャンペーンのまとめです。まずキャンペーンの期間なんですけども、本日5月31日からスタートしまして、6月30日までの約1ヶ月間のキャンペーンとなっております。で、対象となる方は、5月30日までにメルペのバーチャルカードの利用がない方限定となってますんで、まあ、それまでの間にもう利用したことがありますよっていう方はですね、対象外となりますので気をつけてください。そして特典なんですけども、メルペのポイントが20%分が還元されます。で、ちょっと飛ばしまして、上限なんですが、1000ポイント まで付与されるので5000分決済すれば上限の1000ポイントに到達しますちなみにこのポイントは Apple Pay の方であればまあモバイルスリーカーに移動することは個人的には結構おすすめかなと思ってますで今回のこのキャンペーンの条件としてバーチャルカードで決済をするプラスメリペのスマート払いの設定が必須となってますのでここも気をつけてくださいで付与される日程なんですが2021年の7月末となってますのでまあ忘れて有効期限ポイントの有効期限として60日間ですのでまあそれをね伸ばすという 意味を込めてモバイルスイカに移動するのもありかなとで一部ね対象外のショップがあるんですが Amazon とか町のお店で決済とかメルカリとかそういったものが今回のキャンペーンの対象外となってますんでまあ、それ以外のところでお買い物をするっていうのが条件となってますんで気をつけてくださいまあそんなこんなで今回はメルペのキャンペーンについて簡単ではありましたけどもお伝えさせていただきましたまあね久しぶりのちょっとメルペのキャンペーンということですので僕もねちょっと忘れないうちに早々と何かしらのお買い物をしておこうかなという風うに思ってます おそらくね、僕が今回参加するのは、まあさ、もし決済ができればですね、サンプル百貨店でウィルキンソンの炭酸水をまとめてちょっと購入しようかなというふうに思ってます。 ま、普段からね、ネットショッピングは、ヤフーショッピングとか楽天市場、Amazon をメインとして結構使ってるんで、他のね、EC サイトというかネットショッピングを使ったことがないので、いざ何かを買うってなったら、やっぱりちょっと悩んじゃうとこではありますよね。でですね、まだメルペ利用されたことない、登録されてない、メルカリ登録してないという方がいらっしゃいましたら、概要欄に僕の招待コード貼っておきますんで、こちらの招待コードを使って登録されたら500ポイント分のポイントをゲットすることもできますので、ぜひですね、今回のタイミングでメルペ、メルカリデビューしてみてもいいのかな、 という,ふうに思ってますあちなみにキャンペーンページも概要欄に貼っておきますのでこちらもぜひチェックしてみてくださいということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました